いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2014年式ロータスエボーラ2プラス2を紹介させていただきますまずお車の状態ですがフロントに下すりフロント複数箇所ボンネット複数箇所フロントガラスに飛び石右ドアエッジに傷 左リアフェンダーに凹み、右フロントアルミホール、右リアのアルミホール、左リアのアルミホールにガリ傷がございます。走行距離に関しましては、約19000キロ走ってるお車です。ボディカラーはキャニオンレッド、インテリアはアイボリーホワイトレザーが採用されております。走行性能に特化しつつ、快適性も確保された。 ローータスエボーラでございますこちらのお車は2プラス2ということで後部座席が追加されたモデルとなっており快適性が向上しておりますまた280馬力を発揮するエンジンが搭載されておりロータスらしい力強い走りもお楽しみいただけますエンジンは3.5リッター V 型6気筒の NA エンジンが搭載されており最高出力は280馬力でございます ヘッドライトに関しましては、キセノンが採用され、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。また足元には、フロント18インチ、リア19インチのアルミホイルが装備されております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては、手動での開閉となります。ボストンバッグを収納することが可能です。続きまして、インテリア紹介させていただきます。 インテリアにはアイボリーホワイトレザーが採用されております。運転席、助手席、使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークのレザーステアリングが採用されております。ナビゲーションに関しましてはカロッツリア製ハードディスクナビゲーションが装備されております。バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。 シフトに関しましては6速のマニュアルシフトが採用されております走行モードも用意されておりよりスポーティーな走行が可能です今回は2014年式ロータスエボーラ2プラス2を紹介させていただきましたこちらのお車は走行距離約19000キロと低走行かつ、車両コンディション比較的良好な一台となっております走行性能と快適性を追求した ロータスエボーラでございますこちらのお車に関しましてはコンパクトかつ軽量なボディに加え280馬力を発揮するエンジンと6速のマニュアルシフトによりスポーツ走行を2分にお楽しみいただける1台ですまたカロッツェリア製のハードディスクナビゲーションや2プラス2シートにより実用性もしっかりと加工されておりますさらにはジャンスピードチタンマフラーにより 重厚感あふれるサウンドも味わうことができますお探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思いますよろしくお願いいたします